ペタン製のキングジョーブラックが大攻勢を仕掛けてきた。なあ、ペンドラゴンの禁断兵器ペタニウムランチャーがこれを撃破。惑星ハマーからペダンの脅威は去った。ペダン星人ダイルの尊い犠牲によって。レイモン、どうあってもお前は父であるレイブラッドに逆らうつもりか。精神体となってもなおウルトラマンを石化するほどの強大な力を持つレイブラッドに、なぜだ。レイブラッドを受け入れればお前は宇宙の支配者にもなれるのだぞ。力で宇宙を支配するなんて間違ってる。怪獣と戦い、怪獣を倒して強くなる。レイブラッドの後継者として生まれ、戦うことしか知らなかった俺にそれを教えてくれたのはペンドラゴンの仲間だ。彼らは俺を、レイブラッドの遺伝子を受け継ぐこの俺を仲間として受け入れてくれた。そして一度死んだ俺を蘇らせるため、彼らは危険を承知で怪獣の惑星に戻ってきてくれたんだ。俺は力よりもっと大切なものがあることを彼らから教わったんだ。そんなものでレイブラッドの強大な力に勝てるとでも思っているのか。レイブラッドは宇宙に恐怖と混乱をもたらす存在だ。だから復活は阻止しなければならない。俺は戦う。俺を受け入れてくれた仲間たちに応えるためにも。決意は固いようだな。レイブラッドの後継者として宇宙を支配するお前の姿を見てみたかったが、行け、お前の信じる道を。だが死ぬなレイモン、私の弟よ。誰かのために生きること、守りたいものは何だ、なくしたくないものはならば諦めたりできないだろう。どんな時も石堂さんが防衛隊に戻る。そんな時、謎の光で人々がパニック状態に。正体不明の怪獣に苦戦するスキップ、その上宇宙人まで現れて。次回ウルトラマンアーク、恐れの光、走れユーマ。
夢を力にしてみんなの夢を守る。走れユーマ。スキップ、出動だ。了解です。君の思いが私の力となる。想像力を解き放て。ウルトラマンアーク、毎週土曜朝9時テレ東系列発、世界同時期放送、同時期配信中。強大なエネルギー反応です。エネルギー反応だと？北半球の極点を中心に急速に勢力を拡大しています。何か嫌な予感がするな。レイブラッド、レイブラッドだ。レイブラッドですって？確かなの？レイ、俺にも確信はない。だがレイブラッドの存在を感じるんだ。今まで以上に強く。だとするといよいよレイブラッドとの最終決戦も近いというわけだ。よし、全員配置につけ。ペンドラゴンは極点に向かって走れ。了解。はい、に到着します。ボス、接近中の飛行物体です。怪獣か？グランデだ。レイ、残ったレイオニクスは俺とお前の二人だけだ。これが最後の戦いだ。レイ、待てグランデ。俺の敵はレイブラッドだ。これ以上不毛なレイオニクスバトルはやめよう。なんだよおい、これからって時に。俺たちはレイブラッドの手のひらでもてあそばれてるんだぞ。だからどうした？俺は楽しいバトルがしたい、それだけだ。正直、後継者選びなんかには俺も一切興味がない。だがな、俺もバトルで姉貴を倒してこの星にやってきてるわけ。なんだって？お前と同じだ。教育係だった姉貴は俺を覚醒させるために自分の命を犠牲にした。だから戦うのよ。姉貴の死に報いるためにも、どちらが最強のレイオニクスか決着をつけてやる。レッドキング！バトルナイト、オンショット！レイを信じよう。
遊びはおしまいだ。遊び力で宇宙を支配するレイブラッド許さん。
戻れ。ゴモラ。なぜとどめを刺さなかった。これ以上レイブラッドのために血を流すのは嫌だ。邪魔をして前に進めません。よく頑張ったな、リトラ。さあ、戻れ。なぜこんなところに。アーマード・メフィラス。レイモン、レイモン、これがお前の最後の試練だ。最後の試練、どういう意味だ。
前の力はその程度か。空に輝く幾千の星、巡り合えてる奇跡、あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ。喜び伝え合える、悲しみを分け合える、疑うことのない絆。溢れ出すこの想いは愛の印、降り注ぐよ君の中に。透き通るその瞳に夢を映そう、バトルファイル。今日の怪獣はこれ、ドクロ怪獣レッドキング。怒りっぽくて喧嘩好き、根っからの暴れん坊怪獣です。得意技は強力なパンチや頭突き、岩石投げ、豪快な飛び蹴りも繰り出していました。次回はさらにパワーアップするそうです。ゴモラも危ないな。なーに、レイは負けやしませんよ。次回はいよいよクライマックス。みんなも応援よろしく。その運命を受け入れる覚悟があるか、レイモン。強く全開。早くレイのところへ。エンドラゴンが分解します。くそ。この戦いのためにどれだけ多くの命が犠牲になったと思ってるんだ。行け、レッドキング。この夏、ウルトラマンの世界で遊べるテーマパークがロブロックスに登場。広大なバーチャルテーマパークにはウルトラヒーローや怪獣の大迫力のジオラマが君を待っている。パーク内のコインを集めて限定アバターアイテムをゲット。カラータイマーをつけて君もウルトラヒーローになりきろう。ウルトラマンバーチャルパーク好評配信中。つぶらやイマジネーション、それはつぶらやプロファンのための究極のサービス。え、まだ入ってないの？あ、絶対会員になった方がいいよ。ポイント1、うるさまやエキスポ、ザライブなどのイベントチケットを先行でゲットできちゃう。ポイント2、ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品が見放題。第1話から最終話まで一気見するもよし、お気に入りのシーンを繰り返し見よう。チカ様。もちろん最新作ウルトラマンアークも全話配信。ポイント3、オリジナル配信番組も充実。ジャグラスジャグラー役の青柳高也さんがゲストと楽しいトークを繰り広げる。うなぎ。生配信の高也の部屋、関智一さんが小ネタを挟みつつ、ダイナ宇宙をずっとさまよってるみたいなね、作品を深掘りしていく関智一のウルトラクラブ。ヤクザキ氷あぶねえ。ウルトラ初心者の A マッソ加納さんをウルトラ沼にはめろ。これがたまらんのです。ウルカツライフ。ちょっと待って、推しを倒したんですか。そうなんです。この他にもオリジナル小説やコミックス、ショーのアーカイブにインタビュー、キャラクターデザインや怪獣造形の裏側などなど、もうほんと消化しきれないくらい盛りだくさん。
つぶらやプロのエンターテイメントをいつでもどこでも楽しめちゃう。もはや生活の一部でしょこれ。あざーす取り乱した。つぶらやイマジネーション、ヒーローや怪獣たちにもっと会える。ウルトラサブスクで検索。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。